こんばんは。こんばんは。今日の、週刊フレーバー、今回、松屋式の2回目ということになります。はい、で前回松屋式では何をやったかっていうと、もうざっくりと全部をサッと流して、はい、で今回からちょっと、細かい部分を、説明しようということで、今回何をやるかというと、コナーの細かさ、はい、つまりコーヒーの松屋式のコーヒーっていうのは基本的に粗いんですよ。粗い。でなぜ粗いかというのを、解説しながら、コーヒーを立てようという感じで、はい、今日はやっていきたいということですね。で普通のコーヒーの例えば刈りた式だとかいろいろな入れ方がありますけど、その入れ方と比べると、粗くする理由とかなんかも、そこら辺で一応説明しようかという感じになっております。はい、という感じで、基本的には、適当にやりますんで、質問がございましたら、はい、適当に、質問してきてください。はい、でまず、いっちゃん最初に何をやるかというと、当然前回1ヶ月前なんで、やったのが、そうですね、月1回ですもんね。真面目コーヒーは 月1回だと多分皆さん忘れちゃってるかもしれない、はい、で忘れちゃっててもいいように、とりあえずざっくりとした解説の部分もやりましょう。はい、で松屋式っていうのは基本こういう紙を使います。ミシンで縫ってある紙を使います。これをこう折り曲げます。でここで開きまして、これを開きますね。でここの折り曲げのあるとこをこう合わせまして、はい、で半分だけ折ると、半分だけ折ることによってこうやって開く状態になって、ここを入れれるわけですね。こんなを、前回もやりました。はい、で今回は実際に細かいコーヒーで入れた状態と粗いコーヒー、つまり粗い粉を使って入れた状態でどう違うか、どういう状態の差が出るかっていうのを、はい、実際にやってみます。はい、でやってみて、なぜ松屋式が粗くしなければならないかの解説をしようかというふうに思いますね。はい、でまずは、とりあえずじゃあ、豆を用意しましょう。はい、はい、気になることはどんどん質問ください。できる限り読み上げます。ちょっと時差が出ることもあるかもしれませんが、ご了承ください。最初がいわゆる松屋式用の引き方なんですね。はい、それアップにします。じゃあアップに一回しましょうか。アップにします。見えますかね。これが松屋式用の引き方なんですね。例えばよいしょ、ちょっとピントが合いましたね。はい、こんな感じの引き方なんですね。結構ゴロゴロして粗いですよね。はい、ちょっと粗いんですね。で粗いコーヒーの粉でやると、コーヒーを立てるのに何秒間かかるかっていうのを実際にやってみましょう。はい、で実際に何つうんですかね、粗く引いた状態の粉と細かく引いた状態の粉の差っていうのがどこに出てくるかっていうのを、はい、やりながら説明しますね。はい、ここの位置はあんまり良くなかったですね。ちょっと低いぐらいですね。ここら辺の準備があんまりできていなかったんで今回、はい、こんな感じですかね。はい、いいですね。でここの部分をこうやって穴を掘るわけです。はい、で穴を掘った状態で今からちょっとやってみますね。
で今から普通の、ま、松屋式の引き方の状態でやります、はい、でまあ細かく引くのも粗く引くのも当然温度も全部同じ条件でやりますね。で95度になったとこで、この時にこうやって振るんですね。揺するんですね。で振って揺する、はい、振ることによって一回この沸騰した時の熱を全部をこう均一にするんです。で均一にしておいてこの先端、この先端の部分が、はい、どうしてもぬるいので、はい、あピンが合わないですか。あ、はい、あいい感じですね。でここの部分がぬるいのでこの部分をこうやって、捨てといた方がいいです。ちょっと見えない位置で捨てましたね。今ちょっと見えないですけどお湯を捨てました。でまずここの真ん中にお湯さします。これで下に落ち始めたら濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分に浮いさしていくんですね。でこの時にペーパーフィルターは下から順番に濡れてきます。でここで3分間の蒸らしに入りますね、はい、で実際にこのお湯を差すじゃないですか、はい、でこの蒸らしをやる段階で実を言うとだいたい水の量で 43g これ重たくなってるんですよ。細かいですね。はい、はい、調べました、はい、これ後で、ま、もう一回時間があったらやりますけど、はい、実を言うと細かい粉を使った場合とあこっち使います、これ使います。あそうですね使いましょうか。細かい粉を使った時と扱い方忘れた、うん、怪しいかもしれない。そうですねそんな感じで傾けるだけですね。はい、はい、細かい粉を使った時と粗い粉を使った時ではこのお湯を差した状態の時の実を言うと重さが違うんですよ。はい、これは何かっていうと表面積が圧倒的に細かくした方が大きいんですね。そうですね、そこに触れてるお湯の量っていうのは細かくした時の方が、基本的に多くなります。で粗い状態の方が基本的には 表面に結局密着してるコーヒーお湯の量が少ないので、はいはい、この時にお湯をかけた時にだいたい最終的に一杯までお湯かけますよね。その段階では基本的に、粗い粉の方が量が少ない感じなんです。うーんで細かい粉の方が基本的に量が多いというか重たい状態でだいたい終わるんですね。はい、うん、ただ実際にはその後じゃあ抽出の段階はどうかというと抽出の段階は実を言うと細かい粉も大まかい粉もあまり変わらないんです。ああ蒸らしの時だけなんです。そう蒸らしの時なぜそうなるかというと今言った表面積なんですね。これで抽出の時になぜその段階がこれで押してないってことはないね、うん、大丈夫です。あと50秒です。はい、抽出の時にはあまりそこが影響しなくなってくるのは何かというともうガスが抜けちゃった後っていうのは、はい、結局細かい粉も大まかい粉もお湯が中まで入り込むんですよ、はいはい、コーヒーの粉の中に。そうすると細かかろうが粗かろうが基本的にお湯が入ってるこの体積コーヒーの粉の体積は一定なのでそこの中のひたひたな状態ではどちらも同じ量になる。ところがじゃあ何が変わってくるかっていうと今度は滞在時間が変わります、はい、滞在時間っていうのはコーヒーの粉に対してお湯をこうひたひたにしてお湯を通過させるわけです、はい、そうすると当然細かくするっていうことは通りにくい状態なんで、うん、お湯を細くさしてひたひたにすることになります、はい、でお湯を細くさしてひたひたにした時と
お湯をなんつうのスムーズに通してひたひたにした時では滞在時間が変わるんですね、はい、その滞在時間の変わりによって味が変化していくんですね、はい、でそこら辺をやるために何をやるかというとこのタイマーでまあちょっと引っかかりますね今引っかかりますねはい、はいまあ、これタイマーなんですけど、まあ、そんなすごいタイマーじゃないんですけど、はい、ご家庭用のストップウォッチですね、はい、このタイマーで、まあ、基本的にお湯をさしていつも通りの、状態量になるまでコーヒーを立てます。でコーヒーを立てた状態の時に何分間かけてお湯をさしてるかをやってみます、はい、でこれが大体普通の引き方つまり普通の引き方っていうのは、まあ、松屋式の引き方の場合はだいたい1分半前後なんです、はい、だからそこら辺をやってみますね。これは普通の松屋式の、ね、普通の松屋式になります、はい、だからこれの次に細かくしてやってみますけどね、はい、でじゃあ実際やってみます、はい、でスタートしてで最初は水位を上げるためだからここは太めです。で落ち始めたら初めて真ん中ここは丁寧に入ります。でこのじわっとした状態をずっと維持させます。このお湯が当たったとこがじわっと締める感じがあるでしょ。わかりますかね。わかりますかね。お湯がこう落ちたとこがこう締めっぽく なるっていうか、はいはい、その感じがあるんですね。その状態をまあ簡単に言うと維持するわけです。この抽出方法っていうのは。だからこれは1杯出しであろうが5杯出しであろうが10杯出しであろうがそこは全く変わらないんです。とにかくこのひたひたを維持することが大事なんですね。でこの状態でこういう感じでこうひたひたをこう維持しますよね、はい、でひたひたを維持してこのコーノってここ印があるんですけどこのコーノの上になったぐらいで止めます。ここで止めます。こうすると時間がわかりますかね。あ、1分半ぐらいですね。はい、これでちょっとどけますね、はい、ちょっとすみませんね。これが通常の松屋式の基本的に、まあ、コーヒーの元ですね、原液ですね、はい、でこれをちょっと1個別に移しておいてすぐに今度は細かく引いて実際にやってみます。はい、少々お待ち。はい。ちょっと待ってね。変なもんしたらね。何をしてるんですか。時計になっちゃった。なんか質問が来てるんですけれども。はい、いいですよ。この松屋式の粗さについて、はい、ここまで綺麗に粗く引けるミルってご家庭用であるんでしょうか。スモールテイさん。上から下へ落ちるタイプのミルならまあ大体いいですけどね。粗めにしてもらえれば。うん、これでもっと言うと。粉の粗さが均一である必要は本当はないんですよ。あ、そうなんですか。例えば今微粉を完全に取ってるわけじゃないんですね、うちは。はい、そうですね。微粉を例えばふるいにかけてコーヒー抽出するともっとすごくスムーズに落ちちゃうんですよ。はい、とスムーズに落ちちゃうのはあんまり良くないんですよ、はい、コーヒーはある程度滞在してくれないと思うようにコーヒーは、はい、抽出できないんですね。そうですね。だからその、ある程度滞在するには微粉があった方がそれが滞在しやすいのも事実なんですよ。だから全てすごく綺麗に引けるミルがあれば、はい、ある意味例えばふるいにかけたとしてもですよ、はい、このどん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 こう細かくして例えばさっきやったような1分半に
こう準じた状態まで持ってこれれば、うんうんうん、別段それはそれで構いません。なるほど。あの性能としては多分それの方がいいでしょうけど、そこまでのことをせんでもあのコーヒーは大丈夫です大丈夫ですよね、はい、と思います。それでは次のちょっと細かく聞きますね。あとポットなんですけども、はい、缶の部分を温めるためにあえてお湯をしてるんですね。はい、そうです、そうです。KK さんから、あの絶対に捨てなければいけないわけではないです。捨てた方がいいよっていうだけですつまり何が言いたいかっていうと、缶の中を結局しっかりと温めるとお湯をこう最初にこう刺すじゃないですか。はい。で、松屋式でお湯を刺した時に膨らんでくるタイミングが最初から膨らんでくれるんですよ。あ、つまり冷たいお湯をかけた場合は膨らむタイミングが遅いんですね、はいはい、だからそこら辺が膨らむタイミングが安定するんで、一般的に素人の方がコーヒーを立てる時には非常にやりやすいと思います。だけど、まあ例えばね、急いどるとか、はい、あ、めんどくせえと思っとるとか、まあそのぐらい何とでもなるよと思ってる人はやらなくてもいいですよ。まあいっかぐらいの感じですね。まあいっかっていう感じでいいです。はい、だそうです。つまりどういうことかっていうと、蒸らしっていうのは蒸気が欲しいんですね。はい。だから蒸気が欲しいから温度は高い方がいいですよね。はい。だけどはっきり言って最初の高が数 cc ですよね。数 cc でしょ。その、たかが数 cc がちょっと温度が低くっても、そんな些細なことを気にしなくてもいいですよですよね、はい、はい、と思います。で、今度は細かい粉いきますね。はい、うん、あ、また質問です。はい、KK さんから、蒸らし時のお湯を含んでいる量は、はい、味に影響するのでしょうか。お湯を含んでる量、はい、コーヒーの粉が浸ってる量ってことですかね。あ、コーヒーの粉にお湯を刺した、こうどれだけたくさん刺したかっていう意味ですかね。どうでしょうか。残った量ですかね。蒸らし時のお湯を含んでいる量、うん、蒸らし時でお湯を含んでる、つまり3分経った後の状態だと、実を言うと、今からコーヒー立てますけど、はい、このコーヒー立てるのと比べると、さっきっていうか、普通の松屋式の引き方の場合だと 10g ぐらい違うんですよ。10g ぐらい今度のがちょっと重たいです、はい、これは表面積があるっていう、ただそれだけだと思います。だからこの段階ではちょっと重たいですけど、あ、蒸らしの時なんですがとのことです。あ、蒸らしの終わった後ではなく、蒸らしにお湯をかける量ですかね、ということでしょうかね。あ、なるほどね。基本的にコーヒーの粉は最小のお湯をかけるのが基本なんですね。最小のお湯をかける、つまり今からお湯を刺すと、はい、コーヒーの粉真ん中をお湯刺しますよね、はい、お湯を刺すと下へ染み込んでいくわけです、はいはいはい、染み込んでって下に落ち始めてから外へお湯をかけるわけですね、はい、それは何のためにそうやるかっていうと、コーヒーの粉一粒一粒のとこにお湯が行ってくれるためなんですよ、はい、つまりそこにお湯が行ったのを確認して順番に移動していくわけです、はいはい、つまりそういうふうにやる以上は、コーヒーの粉が細かい洗いによってお湯の量が違うのはしょうがないんです。だからこの粉に対しての 最小限の水でできる限り湿らせるっちゅう、だからそこが太くお湯を差すっちゅうことはあまりいいことはないですよ、はい、だけどまあそれはね、たかがコーヒーごときで、細かいこと言っちゃいかんので。そうですか。で、今からいきますね、はい、細かい
普通引きですかね。いや、ちょっと細かいですね。まあ普通の、カリタとかなんかでもちょっと細かいぐらいじゃないですかね。細かいですね。ちょっと細かく。ちなみにあのエアロプレスはこのぐらいで。あ、そうですね、このぐらいだったなと思いました。はい、はい、そうです。じゃあちょっといきますね、はい、今ちょっとお湯も捨てましたんで、はい、真ん中にお湯さします。だからお湯を捨てた場合は温度が高いんで、はい、お湯を刺すとすぐに膨らみます。わかりますか、もう膨らんできてるのが。で落ち始めて、それからですね、濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分、この時には絶対に濡れてるとこにはかけないんですね。難しいですね。いや、そうでもないですよ。目をつぶってやってるわけじゃないんで。で全体的に行き渡ったらここでやめます、はい、でここで3分ですね。で3分いきます。ここから3分間の蒸らしに入ります。で結局はこの3分間蒸らすわけですけど、この状態で細かかろうが粗かろうがこの段階はあんまり関係ないです。つまり蒸らすっていうこと、つまり湿度が高くなってコーヒーの粉に対して、コーヒーの粉の内部っていうのは当然あの炭酸ガスが入ってるわけです、はい、でその炭酸ガスが、外へ抜きたいわけです。炭酸ガスを抜いて中に水蒸気を入れたいわけとなると、ここで3分間蒸らしをすると細かかろうが粗かろうが大体あのガスが全部抜けます。おで全部抜けて中に水蒸気が入り込みます、はい、で中に完全に水蒸気が入り込めば、あとはこのコーヒーの粉、粗かろうが細かかろうが成分は溶けるわけですよね、はい、ところがここで問題となるのは結局はこの滞在時間なんです、はいはい、この滞在時間がさっき約1分半ぐらいでこう通過したのが今度の方がちょっと長めになるんです、はい、そうすると長めになるとどういうことが起こるかっていうと、今度は不純物も溶けやすくなってくる。だからいかに不純物を溶かさなくて抽出するかっていうのが松屋式の基本なんで、そこら辺で滞在時間を長くしすぎるっていうのも問題が起きるんですね、はい、なんか質問があれば。仙台内カフェさんから、はい、蒸らしは沸騰して、しばし練ったお湯が良いでしょうか、沸騰前の酸素を含んだお湯が良いでしょうか。あの酸素を含んでるとその分だけ動きます。粉が動きやすいので、僕はあんまり酸素を含んだ水は好きじゃないです。じゃあ少し沸騰して少し置いた方がいい。基本的に新鮮な水を沸騰させると、お湯を刺した時に粉が暴れやすいんですよ、うん、で松屋式は基本粉を暴れさせない方法を取るんで、はい、その場合はどっちかっていうと粉の中の酸素がある程度抜けてた方がやっぱコーヒーは立てやすいです、はい。ただまあね、お湯がそこにこう水から沸かすしかないっていう場合はまあ何でもいいですけどね。ちょっと冷ましてあげた方がいいんですか。あのね、冷ますっていうよりはまあ例えば95度を作るって言いましたね、はい、例えば今このドリップポットの場合はこれは他のものでお湯を沸かしておいてここに入れました、うん、はい。で普通に喫茶店の場合はまあ大体ポットでお湯を沸かしてポット、まあ、沸騰させるためのまあ夜間みたいなもんでお湯を沸かしておいて、もう沸かしっぱなしにしておいてこっちへ移動させて温度をまあ一定に保つわけですよね、はい、ですからまあどちらかというとなんつうんですかね、新鮮なお湯を使うっていうことはまああんまりないんですよ。家庭では新鮮なお湯、沸騰してすぐのお湯を使う機会が多いですけど、はい、一般的に喫茶店になるとそういうことが少ないんで、うん、そうなんですね。なんせお湯が沸いてないとコーヒー立てれないん で、 そうです、ね、お客さん来てからお湯沸かすわけにいかないんで、で今からやりますね、はい、じゃあ
さっきと同じようにやります。じゃあスタートさせて、でここで水位を上げるためなんで、ここは太く、さっきと同じです。で落ち始めたら真ん中丁寧に、でこの段階で結構水位が上がってきちゃうでしょ。早いですね。つまり細く刺してるにもかかわらず、もうじわっとしてるでしょ、はい、だからこれ以上はお湯をさせないわけですよ、はい、通しちゃいけないですね、はい、水位が上がるとコーヒーの層が崩れますんで、ただこの状態を維持することになるんですね。だから細かくするっていうことは、その分だけ結局なんつうんですかね、この粘土みたいなこう細かいもののとこって通らないじゃないですか、うんうんうん、はい、で砂の場合は隙間があるから通るじゃないですか、はい、砂利だともっとガンガン通る、ね、そうですね、そのノリなんですね。この結局は普通のコーヒーの立て方っていうのは浮かせるような抽出方法を取るんで、はい、で浮かせるような抽出方法の場合は基本的には細かくしてもお湯が通るんですね、うんうん、だからそこら辺が違うんですね。これの場合は完全にコーヒーの粉が水より重たい状態でいきますんで、はい、でもうじきですからね、こうさっきのコーノの上ですから、もう少しですね、もう少しで終わりですね。で大体こんなもんでいいと思うんで、ここでやめます。コーノの上です ね、 そうですね。ほんとこれで2分なんですよ。あ、2分ちょいですね。つまりここで約30秒ぐらいこちらの方が時間かかってるんですね。でじゃあ時間かかっててもこのコーヒーが美味しければいいじゃないですか。そうですよね。これ基本的に最終的にはこれ美味しきゃいいんで、はい、じゃあ美味しいか美味しくないかをちょっと実際にね、いつも通りにちょっと割ってみますね。こっち、あ、こっちでいいな。ここで倍量のお湯を足すんですね。そうですね、倍量じゃないです、同じ量のお湯ですね。倍にするんですね、傘を。そうですね、まあ実際にはね、この今僕の場合だと倍以上に薄めますけどね。あ、そうなんですか。はい、人数分の半分っていうのが実は言うといい加減で半分ぐらいなんですよ、はい、うん、で僕の入れ方の場合のちょうど良さっていうのと他の人の入れ方のちょうど良さがちょっと違うんで、うん、奥が深いですね。でただ言えることは、今これは先に言っておきます、はい、細かくしたのは時間かかってますよね、はい、じゃあその時間かかってるのを時間かからなくちょっと少なめにすればいいんじゃないのって思うじゃないですか、はいはい、早く切り上げちゃう、切り上げればいいんじゃないのって、はい、実言うとその通りなんですよ。あ、そうなんですか。はい、別段抽出で細かいから絶対にできないわけじゃなくて、もともとが人数分の半分ぐらいというこの表現に合うような細かさを作ってるだけなんですよ。あ、なるほど。だから実際には別段細かくして例えば3分の1でやめてそこで薄めるっていうのもありなんです。ただありなんだけど、今度はお湯のコントロールが難しくなってくるんですよ、はい、でお湯のコントロールが難しくなってくるとどうしてもちょっとしんどいんで立てるのが、はい、そこでどうなるかというと実際に僕らだとやっぱりそれがやりいい、うん、部分で、やめるわけです、はい、という感じで今コーヒーができましたんで、はい、じゃあ変わりましょうか。普通に、あ、じゃあ普通のカメラに。
問後で拾いますね。はい。あれこれどういうもの入ってたっけ。ドキドキ入れにくいです。はい、すみません。すみません。はい、じゃあこれが最初の松屋敷のやつですね。松屋敷のやつですね。だからこれに対して、はい、普通のいつもの感じですね。はい、いつもの感じですよね。今度はこちらの場合はちょっと嫌な味が出ます。あ、全部飲まなくていいんですけど。はい、あ、そうですね。はい。あ、なんか嫌な酸味っていうんですかね。酸味ですよね。はい、つまりここにはあの差が出てくるのは実を言うと。あの本来こう早めに切り上げればこれでも大丈夫なんです。だけど結局人数分の半分というのにもうこだわってやってるんで、はい、そこの部分であのこういう味が出たんですね、うん、じゃあこれが実際にあの前にこの ビーカーというかコップを置いて、はい、やりましたね。あれと同じことをやるとどういうことが起きるかっていうのをちょっとやってみますね。もう実験ですね。はい、そういうこともあろうかというわけではなく、わざわざビーカー新品に素晴らしい、はい、143円素晴らしい。ビーカーが理科室のように 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個あります。はい、ビーカーを、買いましたね。ちょっと、理科室ですね。いや理科室じゃないんですけどで実際に今から細かく引いた時の300cc と粗く引いた時の 300cc はどのぐらい違うかっていうのをやります、はい、で今度はこっち側にこれを台を作りますか。そうですね。あ、大丈夫です。前回学習しましたので。あ、KK さん鋭いですね。細かいと抽出が早いとしたら3分の1で切り上げて3倍薄めるのはどうでしょう。これ先ほど湯沢さんが言われてたことですよね。その通りです。いいです。それでいいですね。で最終的にもう言い切りますけど松屋式うまきゃいいです。いや美味しいと思えばいいんですよね。つまりどういうことが言いたいかというと今当然僕はこれ基本的なことをこう説明するわけですよ、はい、例えば人数分の半分でやめましょうだとか3分間蒸らしましょう。だけど3分間蒸らすっていうのは根本的に言うともうしっかりと、まあ、焙煎してからもう日にちが経ってなくて炭酸ガスを持ってる量が圧倒的にある。その状態でもお湯を差してから3分間経つとガスが抜けるんです。つまりもっと古くなったコーヒー例えばもう1ヶ月経ったコーヒーとかなんかは当然炭酸ガスっていうのがだいたいコーヒー豆っていうのは焙煎してから約3ヶ月でガスが抜けるんですよ、はい、と3ヶ月でガスが抜けるっていうことは、まあ、ある程度ガスが抜けてきてるとなったらその分だけお湯は入り込みやすいですよね、うん、だったらそうなったらもうもっと短い時間でいいですよね。だからそういうふうに融通が効くんで絶対に例えば3分間蒸らさなきゃいかんとだとか例えば人数分の半分でやめなきゃいかんとかそういうふうに考えなくて例えば今からこれこの 300cc つまり 600cc の半分が 300cc なんですけどこの 300cc をやります。だけど現実には例えば普通の松屋式をやる時の 300cc と今から細かく引いた 300cc は味が変わるんですね、はい、その味が変わるっていうことはじゃあここの2個でやめればいいじゃんってなればそれでいいんです。つまりコーヒーが自分のとこにたまたま粉細かい粉が来たと細かい粉が来たなら細かい粉が来たような入れ方をすればいい。何も僕が人数分の半分までやらなければいけないって言ったから人数分の半分にすることは全くいらないんでそこら辺を、まあ言うときながら、やりましょうか、はい、35分か
GQBMM460 番、はい、コーノって有名なコーヒーポットのメーカーか何かなんでしょうか。あ、コーノ、コーノ式ってってコーヒーサイフォンというメーカーがあの出してる、サーバーですね。これはあのサイフォン屋さんなんですか。はい、サイフォンって言うと何が詳しくないと分かんないかもしれない。これが、コーノの名門という、ドリッパーですけど、はい、これも作ってるメーカーですね。で実際にこのコーノのこの、サーバーはですね、もともとネルドリップ用、はい、ここにネルがこうやってかかるようにできてます、うん、で松屋の金枠っていうのはネルに似せて作られてるんで、はい、ちょうどこれが使い勝手がいいので、はい、これを使ってるという感じですかね、はい、ホットコーヒーの試飲は猫舌持ちの人には向かなさそうですね、はい、はい、ちょっとドキドキしながら飲んでます。先に入れたやつの方がだいぶ飲みやすいですね。そうですね、冷めてて、それは言えます。あとですね、コーヒー豆ってどれぐらい保管できるもんなんでしょう、はい、素朴な疑問ですが。焙煎してからっていう意味ですかね。両方じゃないですかね。引く前の状態と引いた後の状態と。一番にはコーヒー豆を例えば冷凍するだとか、はい、なんかしておくと圧倒的に持ちます。どのぐらい持ちますか。豆の状態で冷凍したら下手すりゃ1年前のコーヒーがバレないかもしれないですね。本当ですか。ただ比較するとバレます。あ、何も言わずに出すとそうそうそうバレないぐらい、うん、あ、長持ちするんですね。でも引いてしまうと冷凍しても、はい、引いてしまった状態だと冷凍だとどのぐらいですか。そうですね、私なんか大体引いちゃった状態で冷凍庫に放り込んどくんですけど、まず大体引いた状態だったら冷凍庫に放り込まんでもいいと思うんですけど、ね、あ、そうなんですか。冷蔵庫ぐらいでいいんですか。まあ冷蔵庫でもいいし常温でもいい、まあ、常温でもいいような気するけどね。どうでもいいみたいです。基本的にコーヒー豆ってこのこうなんつうんですか、豆の状態って漏出って言って表面を覆ってるこの、はい、カバーみたいな部分があるんですね、はい、その漏出が結局守ってくれるんですよ。あ、もうじゃあ砕いちゃえば一緒だよ。砕いちゃえば結局その分だけ、そのガードが甘くなるんで、ガスも抜けやすくなるし、はい、やっぱりあの湿気もともとだって豆の状態じゃ水吸ってくれないですからね、はい、だから成分溶けないんで、やっぱりその漏出の部分をぶっ壊してあのお湯が入れる状態にしてるんで、だからまあできれば本当は新鮮なあのコーヒーうんぬんてて言うとやっぱり豆をひいてっていう風になるんですね。ただ前にやったあのエアロプレスみたいにガスがすごく邪魔になる場合は今度はこう新鮮な豆じゃ困るわけですよ。やっぱガスが抜けた豆を使わないとうまくいかない、そういうのもあるんで。で最終的に僕が個人的に思うこと、飲んだ時に、なんつーのこの酸味が、例えば酸味っていうのは2種類あって、コーヒー豆が持ってる酸味と酸化した酸味がありましてね、はい、で酸化した酸味っていうのはどういう酸味かというと、まあ簡単に言うと食用油が腐るじゃないですか、はい、腐るとちょっと嫌な、まあ、胸焼けを起こすような、はい、うわっという感じの、まあ、匂いもそうですけどあるじゃないですか、はい、実は言うとコーヒーも時間がどんどん経ってくるとああいうノリになるんですよ。そうなるとちょっと辛いです。でそうじゃなきゃ僕ははっきり言ってコーヒー別段そんなん細かく気使わんでもいいんじゃないのと。そうですか、はい、さようですか。だそうです、はい、まあそれは一つにはコーヒー屋っていうのは売る側なんで売る側っていうのは売らねえかんのでそこもあるよね。
まあこうなんつうの、こうもしも新鮮なコーヒーばっかおらにゃいかんとなったら、はい、あれでしょ、遠く例えば1時間かけて店に来て 100g 買って帰ることになるでしょ。それ大変じゃないですか。大変ですね。それよりはもういっぺんにどんだけでも買ってっていいよっていうのが良くないですか。そうです、実用的ですね。でしょ、はい、というところもあります、はい、だからコーヒーがどれだけ持つかということに関しては、はい、コーヒー屋に聞くっていうことがもうナンセンスですよね。いやでもコーヒー屋さん専門家に聞かないとちょっとわからないですよね。だからまあ僕個人として言うなら、まあコーヒーはそれは新鮮なコーヒーに越したことはないけど、飲んでまずいなと思うまでは僕はいいと思いますよ、コーヒーって。じゃあ自分の舌が基準ってことですね。はい、だって別段金取ってるわけじゃないんでしょ。自分で立ったコーヒーを、はいはい、ですからそう思います。ということで細かく挽いたコーヒーを、まあ、ここでやりますね。細かく挽いたコーヒーです。で、まあ今回はこの状態のカメラでいきます。ですからこれがお湯を差してからこの染み出して落ちてくるまでが結構時間かかるのが分かると思うんでやってみますね、はい、興味深いですね。やっと染み出したんですね。これが結構実を言うとこの高さって辛いですね。辛そうですね。はい。で持ってます。ありがとうございます。気使っていただきました。いい。蓋は着せますか。はい、じゃあちょっと待って、ね、はい、ありがとうございます。ちょっと口を置いてみましょう。でこの段階でちょっと待ちますね。ニコさんがですね、はい、半分プラス熱湯と、はい、コーヒー3分の1と熱湯ではコーヒーの温度が変わりませんか。変わります。温度が変わるっていうか当然熱湯を入れた時の温度は当然コーヒーの3分の1しかコーヒーの原液がない場合は、はい、当然沸騰したお湯が多くなるわけだから温度は高くなりますよね、はい、ただコーヒーは沸騰させない限りは大丈夫なんですよ。そうなんですね、味はね、はい、沸騰させると味が一瞬で落ちるんですね。で沸騰したお湯を入れるっていうことは沸騰はさせないんですよ。そういうことですね。ですからそこにどんだけお湯を入れてもいいです。もう気にしなくて大丈夫。気にしなくていいです。ただ言えることはその後猫舌の人はすぐには飲めないでしょうけどね。そうですね。はい、向いてないですね、うん。まあ、日本人は結構すするっちゅう文化を持ってるんでいいですけど、外国人は猫舌の人たち結構多いんで大変だと思います。いますね、はい、はい。あと勝さん、うちは余った焙煎豆をペットボトルに入れて冷凍保存してます。ナイスですね。ペットボトルいいですね。僕のとこもやりますけど、ペットボトルは何といっても蓋が腐るんで。はい、なんか500ミリのに入れてるんですね。はい、500ミリのペットに入れてる。500ミリに入れてんの。2リットルのがいいっすよ、楽なんで。でも実験で2年入ってますがまだプシュって言いますよ。だってすごいですね。すごいですね。ちなみに冷凍するということは何を起こすかっていうと化学変化のスピードが遅くなるんですよ、うん。でどんな物質でも化学変化のスピードをどんどん落としていこうとすると温度下げていくしかないんですね、はい。でやっぱり文献とかなんかだと273. 何とか度、まあ、いわゆる絶対0度の近くになると、はい、全く変化しないらしいです。もう科学の授業ですね、はい。だけどそこに落とす方法はどうするの、はい、っていう疑問はありますけどね、はい、うん、たかがコーヒーごときで。はい、今日落としますねコーヒーを。もともと松屋式っていうのはすごくこの緩い部分が多いんですよ。
あのコーヒーを美味しく飲むためのものではあるけど、すごくあの融通が効くんで、あのこうしなければいけない、ああしなければいけないっていう部分が非常に少ないんで、だからあの当然僕はこの松屋式っていうのをいろいろな人に教えるわけだけど、あの教えた後自分でアレンジすることも非常にあのしやすい抽出方法なんですね。だから例えば粉を自分の好きな細かさ、つまりあの粗さにこう変化させても全然問題ないです、はい、これでもっと言うとあの、まあ、今回はあの粉の粗さだけにしかあの着目しないですけど、例えば豆の種類によって実を言うとあの抽出の量を変えることが結構やるんですね。それは何かっていうと、雑味の部分をいかに溶かさなくて済ませるかっていうことなんですよ。でちょっとやりますね、はい、今度はまあ時間計らんでいいですね一人も量なので、はいはい、ここにお湯を差し始めます。でこの差し始めてる、まだ出ないでしょ。あ、出た、あ、出ましたね。濃い感じですね。はい、この高さで本当にね、うん、手首がしんどそうですね、はい、これ手で持ってるっちゅう、ここで棒の、身長だとね、あれなんですよ、このこっち側の手前側が見えないんですよそうですね、そう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 、踏み台入りましたね。いやそこまでですけどアスモルテイさん、震災の時豆が切れて仕方なくスーパーの豆を使ったら、まさに酸化した豆で具合悪くなりました。結構胸焼け起こすんですよね。私もすぐ気持ち悪くなります。ケイケイさん、ちょっとアイディアですが、はい、豆をまとめて予約購入して店で分割して引いてもらえるといつも新鮮でいいと思いませんか。予約しなくても普通に買えばいいと思いますよ。買えばいいと思いますよ。ただ言えることはなんつうんですかね、買いに行くのが多分めんどくさいと思うんですよ。うん、そうですよね、うん、そこが重要だと思うんですけどね。一応これが作ったやつなんですけど、色が違いますね。あ、ホワイトボード、ホワイトボードが欲しいです、ね、はい、わかりました。はい、ホワイトボード、じゃあ僕がやりましょうか、ね、反対側が電気だとね、すごいよくわかるんですけど、反対側電気持ってきましょうか。持ってきます、はい、持ってきます。ですね、ちょっと若干わかるかなぐらいですね。3杯目のがお茶みたいに薄くなってる。フレーバーコーヒー何でも出てきます。大きなライトが出てきました。ただこれ今回普通に違うことに使う予定だったんですけど、バーのライトが出てきました。すごいですね、めっちゃよくわかりますね。明らかに濃さが違いますね。わかりますかね、はい、1個目が極端に濃くて、はい、で色が変わってった感じがわかりますかね。ここら辺から出す方がわかりやすい、いい感じですね。いい感じですね、はい、
じゃあこの、ライトはちょっとこっちに置けといて、はい、ありがとうございました。これ新しいメーカーなんですけど。そうだったんですか。はい、後でゆっくり聞かせてください。あと10分なんでね。あれまずい。ここで前回やった時にこの3つ目のとこはあんまり渋くなかったじゃないですか。今回ちょっと本当はもう1個やりたいんですけど、これ粗い、あ、これ細かい方でした。細かいやつ、はい、ちょっとこれ3つ目のやつを飲んでください。熱、美味しくない。そうなんですよ、ここがもう渋いんですよ。それ飲みたくない。つまりじゃあ、まあ、いえ、もう一回ぐらい行、はい、けるますかね、はいはい。そうですね。一応色比べもね、はい、やりたいですもんね。そうですよね、はい。じゃあこれをちょっとそっち側に置いといて、はい、今度は普通の松屋式の状態でいきます。浮いてる油の量も違うんですか。同じぐらいですかね。それは変わんないか。ね、はっきり言って滞在時間が長いとこうなるんですよ。今度はもうちょっと綺麗になるので、はい、ね、そこら辺も撮影できるかどうかが難しいですけど、ちょっとやってみます。まあ、どうぞ続けてください、はい、準備します。勝手にアップのカメラ、はい、映るかな、映んないかな。若干かな、出ますか、ね、合わない。頑張れ。あるかな。水たまりに若干ガソリン落ちてるみたいな、油が、そう、油がにじんでる感じがちょっと分かりにくいけど、私は分かるんですけど、近いですし、はい、人間の目ですし、そうですね、はい、所詮あれなんで、このカメラが、これが滞在時間が多い方が、そうなんです、出やすいってことですね、さんが。常温保存の方が香りが落ちないということを言う方もいます。はい、その通りです。あ、そうなんですか。はい、それは冷凍保存の、あ、液体の話ですか、これ。いや、多分これ豆の話じゃないんですか。液体の話ならその通りです。液体は常温が良い、当然高温の状態でキープするよりは常温の方がいいです。常温に、つまり温度が下がった方が持ちは良くなりますね。ケケさんが、多分冷蔵保存すると別の匂いがつきやすいというデメリットもありますよね。あ、そういう意味ね。豆を保存することですね、はい、豆の話。豆を保存するときはまず第一に別の香りがつくような袋を使って冷凍庫に入れること自体がナンセンスです。そうですね、基本的に僕らが長期保存をするっていうことはもう完全に香りの出ない袋で、基本的に仕入れ機をかけます。で、絶対にワンウェイバルブとかバルブのついたタイプの袋は使わないんです。基本的にワンウェイバルブっていうのは、はい、基本あれは穴なんで、ピンホールなんで、僕らはまあうちも使うんですけどね、ギフトの場合は袋使うんですけど、ガスが抜けるんで都合がいいんで使うんだけど、本来の長期保存の時は完全に気密性の高い袋にします。だからそういう状態にしないと他の香りが移るんで、もともとコーヒー豆っていうのは活性炭と同じ構造してるんで匂いを吸うんですよ。だからやはり長期保存の時はそういうシール機までしっかりかけた状態で、袋も、酸素を通さないような袋を使って保存します。なるほど。だから一般的な例えばなんつうんですかね、こうご家庭でこう入れ物がないと、はい、例えばペットボトルなんか僕は結構
好きなんですけど、あの匂いがあんまりあの通りにくいんで、はい、そうですね、ああいうものを使えば、まあ、あの長期保存もありかなと、うん、そういうふうに思いますね、はい、うん、5分あと5分ですね。これはちょっと伸びそうですね。ちょっと伸びそうです。この1回でなんとか片付けましょう。サクッ、うん、サクッと。あ、KK さん、木豆の保存はどうなんでしょう。木豆の保存はまあ、もともと種なんで、所詮種なんで、で当然例えば当たり前ですけど白米よりも、ね、玄米のが持つじゃないですか、はい、そうです、まだこうなんつうのやってない、例えばもみがついてたらもっと持つでしょ、はい、でコーヒーだってそういう部分はあって、まあ、パーチメントの状態であれば、まあ、持つでしょうね。だけど、まあ、僕らコーヒー屋のとこへ来るっていうことはもう脱穀した状態ですんで、その状態でまあ持たせたかったら、まあ、とにかく高温にはさらさないことでしょうね。常温ぐらいだったらいい、まあ、常温ぐらいだったらいいっていうか、常温ぐらいでないと保管ができないんで実際当然こう冷蔵 の倉庫みたいなとこに入れられる方もいます。当然資本がかかるんで、うん、まあ、うちなんかだと単なるエアコンの入った部屋があるんですけど、そこの中に、まあ、コーヒー豆は木豆は保存しますけど、まあ基本は長く置かないんで、あ、そうですね、だいたい1週間か2週間で豆はこうやって回転させていくんですね。だからあんまりこう長期保存のことをあんまり考えてないんですね。そうですね、はい、はい、という感じで、ではいきます、はい、じゃ松屋式アラサバージョン、はい、今回は普通の松屋式の粗さになります。ここでこれが早くお湯が下へ落ちたんですね、うん、早いですね、さっきより。蓋を着せてください。もういいですか。はい、いいですよ。で、ちょっとこっちへ移しましょう。で、3分間ですね。いや、ちょっと楽しみですね。はい。まあ、一番には多分ここにおる人間が一番分かりやすいんですよね。残念ながらこのウェブカメラだと、こういう細かい部分まで分かるか微妙ですよね。そうですね、うん、さっきのライティングはすごい有効そうでしたね。一緒並べてみたいですね、後で。あ、そうですね、はい、ちょっと黒巻き用に作ったんですけどねちょっと失敗こきました。今日も黒巻きはできず。勝さん、冷凍庫の2年ものの出どころの分からないブルマンは一応まだコーヒーの香りでした。あ、素晴らしいじゃないですか。もういざとなったらもう一回こう入り直したらどうですか。それはありなんですか。だって入り直しは一つにはこういうことが言えるんですよ。冷蔵庫に保存したとするじゃないですか。匂いを吸うとするじゃないですか、はい、匂いを吸ったら匂いを吐き出せばいいと思いますね。そうですけど、例えば活性炭って、まあ、簡単に言うとフライパンでこうビャーッとこういると吸った匂いを吐き出すんですよ。へー。吸着した物質っていうのは温度が上がるとこの振動が激しくなるんで外れるんですね。コーヒーだって吸着しちゃったらさ、まあ、飛ばせばいい、飛ばせばいいじゃんって思いません？斬新ですね。はい、だこういう無責任なことをこうあまり言うとよそから怒られるといかんので、うん、あんまりは言わないんですけど。 KK さんが出ガスだ、そういう現象なんですか。はい、出ガスだってそういう現象なんですか出ガス、うん、さあ
そういう現象かどうかわからないですけど、わかんないですね。とにかくやっぱり吸着した物質を外そうと思ったら温度を上げれば、まあ、外れるんで、まあ、コーヒー豆自体を煎るっていうことをやれば、まあ、それはできるでしょうね。なるほど。昔よくまあうちではないですよ、もう先にうちの店ではないですが、コーヒー豆焙煎してこう例えばこう油が回っちゃった、はいはい、こう豆ってあるじゃないですか。ちょっと見場が悪くなるんですよ。これなんとかしたいなと思うじゃないですか。もっとこう焙煎機がこう焙煎し終わって温度が高いじゃないですか。そこにこうピュンとこう入れてガラガラガラっと回してやるといい感じにいい感じいい感じになるという話を聞いたことがある。聞いたことがある、はいはい、うちじゃないですかうちじゃないです。うちはいませんから、はいはい、そういう話も聞いたことがある。ね、3分蒸らし時間が終わりました、はい、ね、こうそういう話を聞いたことがあるという話をあまり言いふらさないようにねどこのどいつが言うたんねんみたいなことで怒られるといかんので、はい、という噂があるぐらい、噂があるそうそうそう、そのぐらいに行きましょう。まあ僕が夢で見ただけかもしれないんで、あやふやですね。あやふやなんで、はい、でやります。はい。水位を上げます。はい。で落ち始めたら、あれですね、ひたひたにするわけですね。早いですね、落ちるのが。はい、真ん中を丁寧に、外側をいい加減に。真ん中を丁寧に、外側をいい加減にって感じですね。色がだいぶ明るい気がします。そうですね、流れるスピードが速いんで。このとどまるっていうのがどういうことかっていうのが結構わかると思うんで。全然違いますね。これライティングなしでも色の差がはっきりしてますね。まあそう言わなくてライティングさせて。そうですねせっかくこっちでも比較しないといけないですからね。それではライトを。あ、置けそうですかね。傾けた方がいいですかね。斜めした方がいいですかね。あ、いや、もう手伝います。ここは。そうですね。いい感じで微妙に危険ですね、はい、これ位置がもうちょっと乗せたいですね。怖い。あ、じゃあ持ち上げる。あ、じゃあ僕が持ち上げます。はいはい、この方向ですよね、多分。パズルみたいな、はい、こんなもんでどうでしょう。あ、こっちだけ。ちょっとこの状態で、こっち側が、こっち側が松屋式の普通の引き方なんですね。はい、とこの2つがこのこれが一番濃くて順番に薄くなっていくわけですよ。でこの2番目の位置です。失礼しました。この2番目が、ここが濃いですよね。
これが、細かく引いたやつです、はい、でそれに対してこの次の濃さがこっちの濃さよりも濃いでしょ。濃いですね。ちょっと2つをちょっと持ち上げていただけると。あ、違いますね。わかりますかね。こちらが、松屋式の普通の入れ方で、こちらが濃い方です。はい。で、これをちょっと2つをちょっと飲み比べをいきましょう。2つ、じゃあそっちがいきます。どうします。これこれが一番わかりやすいのが、多分ちょっとこうなってるんで、一番わかりやすいのはこれとこれなんですね。これとこれを飲み比べ、あ、これさっき飲んだやつですね。はい。ちょっとこっち側ですね。じゃあまずは一番まずそうな松屋式の、はい、そんなにひどくないですよ。ひどくないでしょ、うん、つまりここの部分がまだひどくないんですよ、うん、これはひどい。で、問題はじゃあこの2番目なんですね。はい、はい、2番目をどうぞ。ここでもう雑味が入り始めるんですよ。細かいのの2番目です。あ、嫌な味しますね。で、こちらを飲んでみてください。こっちが、松屋式の通常のやつです。熱いですよね。熱いです。そうですね。スカッとです。はい、はい、普通ですね。はい、つまりどういうことかというと、この細かくしたコーヒーの場合だと、この2つのこの途中中になるんですね。だからこれをこの2つとお湯をさして、こういう状態ですね、うん、この状態でやっとなんです。今これ原液に対して倍量ですか、はい、もっと多い量ですか。3倍になります。3倍、はい、だいたい 600cc なんで全部、はい、全体がこれで 200cc に対して600なんで3倍ですね、はいはい、でこれをでは、コーヒーを抜いて捨てて、はい、椅子、はいこのぐらいならまあまあ飲めるでしょ。うん、そうですね。つまりちょっと物足りないかも、うん、これはどういうことを意味するかというと、実を言うとどこでやめるかっていうこの幅がある程度広い方がコーヒーっていうのは立てやすいんですよ。つまり人数分の半分でやめるのか、例えば人数分の3分の1でやめるのか、例えば3分の1でやめる場合はほんの少しのことで渋みが入るか入らないか決まってきます。ところが人数分の半分ぐらいだったら、そこの部分でいうと幅ができてくるんですね、はい、だからその部分だけのコーヒーを立てる時の厳密さが消えてくるんですよ。だから厳密さが消えるためにはどうすれば一番こう楽にやれるかを考えると、まあ僕らとしてはこの粉の粗さをある程度調整して、人数分の半分ぐらいでうまみが終わるように調整しておいた方が、大体一般的な人がコーヒーが立てやすいということで、大体この粉の粗さっていうのを決めていくんですね。ですから当然普通の例えば一般的にコーヒーを今からちょっと真面目にやろうと、すごい喫茶店をやっちゃうぐらいの真面目にやろうと思う方は、まずやるべきことは、例えばある引き方、コーヒーの粉をある引き方で引いて、うん、こう今言った 600cc をこう6個のビーカーにこう順番にやっていくわけです。ほんとどこで渋くなったかをとにかく自分の舌で感じることです、はい、で自分の舌で感じて、これができれば半分ぐらいのとこで渋みが出始めるかな、つまり4つ目、つまり、400cc 目の、
ビーカーのとこでは完全に渋くなるように調整して、はい、粉を引けば、大体その、粉の引き方は大体正解になってると思います。ですから確かに最初のとこで、細かくあろうが粗かろうがなんとかなるよ、それはなんとかなるよっていうのはある程度の技術を持ったらなんとかなります。もともとは成分溶かすのをどこまで溶かすかっていうことだけなんで、はい、そこらはなんとかなります。だけどまず基本に忠実にまず基本を覚えるんだったら、まず人数分の半分までのとこでだいたい渋みが出るように調整する、その調整するのは粉の粗さで調整するっていうのがまず基本となると思います。ということで、はい、今日の松屋式の2回目ですねは、ただ単に粉の引き方だけを、考えてみました。でまた今度は来月は今度はまあ何にしましょうかね、こう例えば温度であるだとか、はい、お湯の差し方であるだとか、まあなんか適当に考えておきます、はいはい、という感じで、本日の、週刊フレーバー、松屋式に関することは、粉の粗さについてということで、1時間、話してみました、はい、って感じで質問は大丈夫ですかね。はい、ひとところは。あ、そうですか、はい、じゃあそういう感じで今日はお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい、はい。